こんにちは、あやチャンネルのマミーです、サンタさんからプレゼント来ましたよ、こちらがダイヤくんです。ダイヤくんに、ノエール、それからナイトに、ジュエル、そしてアクアです。我が家はね、毎年年末年始はね、山の方にね行くので寒いかなと思って、今年はこれを着て、山に、行きますね。どんな感じかっていうと、これはね、生地がこうフリースになってて、ちょっと邪魔です。フリースになってて、裏側がこういう感じ、帽子がフードがついてて、で手もこうあって、足までこれあるんですね。なので、まあ寒い雪山でもね、これを着てその上にねジャケットとか着たら外にも行っても寒くないかなと、思います。こんな説明をねしている時にね、日向ぼっこですね、ジュエルくんと、ノエルくんは今日ね、クリスマス12月25日なんだけど、めっちゃあったかいです。なんか寒くなるとか言ってるけど、まあ多少はちょっと空気がいつもより冷たいかなとは思うけど、はっきり言ってめっちゃこんな日向ぼっこポカポカで、外も特に上着を着なくても昼間だったら全然 OK です。はい、ダイヤくん着てみました。どうですか？なかなか似合っていいんじゃないね、ダイヤくん、どう？これだったらさ、ちょっと雪山でもさ足まであるしね、ちょっといいんじゃないかなと思って、お散歩の時もねこれで外行っても大丈夫じゃない？こんな感じですね。ちょっと歩きにくい。今までね、足まであった服を着たことがないからね。はい、ノエルくんです。ちょっと嫌がらないでください、ノエルさん。いい感じじゃない？ノエルは、白黒のね、お洋服です。やっぱノエルもね、ちょっと動きにくそう、歩きにくそうかな。ちょっとみんなどいてよ。なんかちょっと足まであると歩きにくいのかな、つなぎだとね。はーい。はーい。今度は、ナイトくんです。ナイトくんはね、茶色と白ですね。そして、ジュエルはやっぱりイメージ的にピンクかなと思ってピンク。そして、アクアは、ダイヤくんと一緒のね、青色になります。ちょっとね、こう足まであるっていうのがやっぱりちょっとなんか変な感じみたい。うん、でもそうね、どうだろう、慣れればいいのかな。でも結構ピチッとした感じなので、これ以上体が大きくなるともうこれは着れないかなって感じですね。でもまあ今年の冬は大丈夫なんじゃない？ジュエル、こっち向く？それともこれ着てるから動けない？あー、かわいいかわいい、いい感じだよね。あやチャンネルは元保護犬たちとの、日々の様子を、お届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。今日はサンタさんからのクリスマスプレゼントをお届けしました。 Thank you for watching. See you again. Bye.